時間が経ってたまたま一番長く一緒にいたのがそいつだったっていう、あ、もちろんすごいなって思ってますよ。そういう尊敬っていうか、そういうのがないと一緒にはいないんだろうし、あ、ほら友達とかってなんだかんだ条件あるじゃないですか。面白くないやつとは仲良くならないだろうし、何か尊敬できるというか、まあ尊敬まではいかなくても楽しいとか刺激があるとか、なんかそういった自分にはないものを相手が持ってるから友達になったりすると思うんです。いや、すごいですよね、ピアノ弾いてる人。え、指動かないし、あんなに。ああ、てか、開かないし。ああ、ピアノっていいですよね、こう、メロディーだらけで。そのピーナッツ美味しいですよね。僕ダメなんです、こういう会話。もう何言ってるのか自分でも分からなくて、昔からなんか女性に対してっていうか。成長するときに絶対に2つに分かれるんだって。で、この間気になって数えてみたら本当だった。うん、やったやった。2時間ぐらいかかったけど。ちなみに真っ二つにカットしてその断面見たらそこもちゃんと偶数らしいよ。すごくない？なんかさ、最近避けてない俺のこと。いや、そんなことないよ。メールしても全然返事来ないし。だって別に会えるじゃん、学校で。まあ、いいんだけど。それに、しても同じような話しかしないでしょ。は？あ、いや、何それ。いつでもいいかなって思ってるだけ。え、よくない？同じような話して何が悪いの？いや、そういう意味じゃなくて。うわ、なんかやだな、それ。ごめん。だってそれってお互い様でしょ？そういうこと言うとマジで友達減るよ。だから違うって。ちゃんと吐き出した方がいいと思う。すげえ。え？おじさん、ケンちゃんみたいなこと言うね。だっせ。うっせえ。なんか出た数字の数だけ進めるみたいな。ああ、でも危ないか。そうか、角があると投げ合うときに危ないから丸にしたのか。そうだよな。それにやっぱりちゃんと転がるからいいんだろうな。うん、四角だといちいち止まっちゃうもんな。ダメだと思う、そっち多分。ごめん、聞こえない。危ないから。え、危ないって、そっち。じゃあ出した。登